What's up, ladies and gentlemen, Spade here, and welcome back to some more You Kill. It's still the same day as the last two videos. And we are playing through the demo, so this is at least the mini-series. I'm surprised we got three episodes out of this. And the demo's still going. Either or, let's just continue and keep seeing what happens next. To 意気込んだものの、チームごとにバラバラの個室にされちまった。これじゃ聞き取りはできそうにない。無駄に焦る必要はないか。わざわざ集合させて自己紹介までしたんだ。きっと後で他チームと合流することもあるだろう。今はリナさんと少しでも話して親睦を深めておくべきだろう。列車なんて10年ぶりだよ。そうですか。しかも個室なんて刑務所に入れられる前でも乗ったことない。チームごとに順番に降りていくって言ってたけど、俺たちはいつになるんだろう。線路は島を周回してるらしいけど、私たちがチームですか。え、I can't work like this. Wait, team. Let's get through this together. そうだよ。チームだから一緒に協力して頑張っていこう。馴れ合いをするつもりはありません。You have no interest in getting to know us, so. あなたは無罪を主張されていますが。私からすれば、あなたが実刑を受けていることは事実です。だから、あなたと馴れ合うことはしません。あ、もし何か必要に迫られることがあれば、執行ボタンを押します。躊躇なく。それだけは分かっていてください。分かったよ。ダメだ、全然打ち解けられる気がしない。まずは俺のことを分かってもらうか。リナさん、さっきも話に出ていたが、俺はある事件で懲役を食らっている。それでもう10年も収監されているんだ。Yeah, 10 years out of 999 years. You have a long way to go, man. 俺はずっと無実を訴えてきたが、もはや主張する機会もない。正直、最初は気が狂いそうだったよ。でも、なんとかこの10年は持ちこたえた。リナさんに信じてほしいわけじゃないが、これを見てくれ。Alright, so if we're 29, so we were 19 when we were sentenced, then, なんですかこれは。俺たちはさっきまで牢獄にいたが、そこで衣装をかけと言われた。
その時隣の部屋から差し込まれてきたんだ。真犯人は私だ。どうやらさっき広場にいた囚人の中に真犯人がいるらしいんだ。俺はそいつが誰か突き止める。これは本当に他の囚人が書いたものですか？え、そうだけど、もしかして俺が捏造したと思ってる？いきなりこんなもの見せられたら疑っても仕方ないか。仮にあなたではない他の人が書いたとして、その人を見つけてどうするんですか？どうするって、そりゃ自白してもらうよ。そうしたら俺の冤罪も晴れるだろう。そう、頑張ってください。ま、リナさんには関係のない話だもんな。ところで、リナさんはなんでゆるキルランドに来たの？拉致されたとかじゃないんでしょ？家に招待状が届きました。An invitation? Really?招待状？ものすごく怪しいな。確かに怪しいとは思いましたが、一般人では知り得ないような私個人のことが書かれていました。知り得ないようなこと？こんな遊園地を作ってしまうような運営なんだ。きっと素性の調査なんて朝飯前なんだろう。あとは記載の連絡先に連絡をしてここに案内されました。きっと他の執行人も同じでしょう。共通しているのは希望してここにやってきたこと。ビンコさんが言っていた通り、優勝の対価として願いが何でも叶うから。その願いって何なんだ？あなたに言う義理はありません。 Figures you would say that。 あ、そっか。リナさん、やっぱり俺に心を開いてくれないな。でも仕方ない。俺は世間にもバンバン報道された大犯罪者だ。事件が起きたのは10年前だから、リナさんは小さかっただろうけど、誰でも知ってるような大事件だからな。とにかくリナさんには何とか無実だって分かってほしいな。でもそんなの無理だ。それができたらそもそも刑務所に入れられてない。踊り込み中のところ失礼します。まもなく停車しますのでご準備くださいな。 So soon I have no destiny. つかの間でしたが、お二人は親睦を深めることはできましたか？素晴らしい。バッチリ仲良くなったようですね。どこを見たらそう映るんだよ。おや？その髪は何です？
物品の持ち込みは厳禁なので没収します。あ、返せ。それは大事な証拠。はいはいはい、安心してくださいな。要は中身が見られれば良いのでしょう。もう、まあまあいいよ。So, Lily can make it to my wife. はい、これでユルキルパスポートに登録されました。いつでも確認できます。It's a secret. なるほど。こりゃ便利だ。アトラクションでもバシバシヘビーユーズしていきますからね。さあさあ、まもなく到着です。止まった？着いたのか？はい、ゆるキルトレインを降りれば目的地はすぐそこですよ。さあ、早速向かいましょう。私についてきてくださいな。ファイアーハウス。おお、なんだ？めちゃくちゃ燃えてる。さあ、到着しましたよ。お二人に挑んでいただくアトラクションは。ファイヤーハウス。なんか物騒な名前だな。おお、ビンビン来ますね。すでに申し上げた通り、囚人である戦国様はアトラクションで命を落とす可能性があります。心してかかってくださいな。執行人であるリナ様は安全ですので、ぜひ楽しんでください。横にいる人間が死ぬかもっていう状況で楽しめる人いる？それにしてもここに来るまでに結構時間がかかったが、他のチームは別のアトラクションに向かったのか？ええ、さようです。ユルキルランドもご覧の通り広いですから、各チームをご案内するだけでも一苦労ですよ。ま、今のところお二人には関係ないのでお気になさらず。今のところか。リナさん、どうした？さっきから顔色が悪いけど。大丈夫です。あ、本当に？リナさん、ここに来たら急に具合が悪そうになったな。緊張してるのか？行きましょう。あ、待って、もうちょっと会話しよう。会話どうして？ほら、チームだからさ、俺たち。リナさんは遊園地は好きじゃない？俺、刑務所に入る前は大好きだったんだ。ワクワクするだろ。まあ普通の遊園地だったらの話だけど。
遊園地は行ったことがありません。え？女子高生なのに？おかしいですか？今時の高校生は遊園地とか行かないの？行く機会もなかったですし、興味もありませんから。ほう。じゃあ普段は友達と何してるの？友達なんていません。え？聞いちゃいけないこと聞いたか。じゃあ家で何してるの？強いて言えば日記を書いてます。意外によったよ。日記？小さい時から絵日記を。A pencil diary. あなたに言う必要はない。忘れてください。大した話でもありません。じゃあ今日が初めての遊園地ってことだ。リナさんは執行人だ。危害も及ばないだろうから、せっかくだしビンコの言う通り楽しんでもいいんじゃない？俺は死ぬ可能性があるから、どうやって楽しめって話だけど。よし行こう。楽しめるわけないじゃない。 Yeah, how would you even enjoy this situation at all?What the? A robot? Stage 1. Huh. Well, let's save it. Cause why not? Lina-san, これ本物の火だよ。そうですね。意外と冷静だね。暑いですが、いられないほどではありません。この火で焼け死ぬとか、まさかないよな。ゆるきるビンコ、急に現れたな。ようこそファイアーハウスへ。こちらをご覧ください。あれはゲートキーパーです。 That robot's the gatekeeper here. ゲートキーパー？ま、ただのロボットです。ゲートキーパーはお二人にとある望みを言います。それを叶えてあげてください。 It's we get orders from him. Do the task and that's pretty much it. すると次の部屋に進めますよ。なるほど、いわゆる脱出ゲームとか謎解きってやつか。それなら俺にもできそうだ。戦国様、気を抜かない方がいいですよ。 She really is insane. 何せこのゆるきるゲーム、そして数々のアトラクションは死ぬ可能性もあるのですから。ビンビン来ますね。戦
獄さん。何？言っておきますが、あなたは死の淵に立っています。その気になれば、私はいつでもあなたの背中を押せる。その先に道はありません。そうだ、俺はこのゆるキルゲームを舐めてかかってたら本当に死んでしまうかもしれない。俺の命は偶然の灯火だ。あなたの命を守るために私がいるわけではありません。私が知りたいのは一つだけ。今なんて？いえ、何でもありません。何か言いかけてたか？いや、今はアトラクションに集中しよう。逆に考えればチャンスなんだ。ゆるキルゲームで他のチームに勝てば無罪放免。やるしかない。ゲートキーパーは全部で3体います。 As a 3 gatekeepers, I'm guessing 3 escape rooms, basically. それぞれの願いを叶えて、執行人と囚人の2人は無事に脱出できるのか。ファイアハウス、スタートです。ゆるキル、いよいよ始まったか。それにしてもこのゆるキルランドかなり立派に作ってあるよな。遊園地のアトラクション以上かも。っていうか、この部屋妙に生活感がある。そういう設定のアトラクションってことか。一般家庭の再現なんて逆に凝ってるな。Also, these are actual households. If I had to take a guess. ここは、いや、そんなまさか。うん？リナさん、どうしたんだ？顔色悪いよ。具合悪いんだったら戻って少し休もう。こんな変なところに連れてこられたら体調を崩してもおかしくない。本当に大丈夫？肩を貸すから。触らないで。いで引っ叩かなくても。俺そんな悪いことした？私に構わないで。あなたはアトラクションに集中してください。ああ、本当に体調が悪そうだ。どうしたんだ？正面にゲートキーパーがいます。まずはあれに話しかけるんだよな。よし、行ってみよう。はあ。It's, I guess that's the map. So three rooms. Anything else we're gonna look at though? Family pets are there. That we can't interact with, okay? Ugo da! Eniki, kakitai!
絵日記。これがビンコの言っていたゲートキーパーの望みか。そういえばリナさんも絵日記書くんだっけ。絵日記ないの、クレヨンないの。絵日記とクレヨンを探してこいってことか。リナさん、ぼーっとしてるけどこの後も行ける？大丈夫です。そう、じゃあ早速探索を始めよう。わざとらしい。実は俺こういうゲームのコツを知ってるんだ。はあ。こういうのはちゃんとくまなく部屋を調べていけばクリアできるようになってる。焦らずしっかり調べていこう。薄いな。俺刑務所に入る前はゲームが趣味だったんだよ。刑務所に入ってからもボードゲームをやったりとか。さっき自己紹介で聞きました。な、そうだったね。手厳しい。とにかくその経験から言うに、自分の状況を把握するのは謎解きゲームのセオリーなんだ。ご託はいいです、始めましょう。あいあいさボス。まずはこの部屋を一通り調べてみるか。ふん。鍵がかかってる。進むにはゲートキーパーの望みを叶えるしかないか。食器のセットが5つ。5人家族のイメージか。今は何時だろう。この時計が合っている保証もない。I guess that's true. We wouldn't know if that clock is right or not. あくまで飾りのようだ。この部屋はだいたい調べられたかな。右と左にドアがあるから移動しようか。リナさんは右と左どっちがいい？どっちでもいいね。俺が選びます。はあ。
puzzles. This would be awesome. And nothing in the kitchen. And then we're gonna eat that pizza, but we can't. And let's go to A. So this is the first one. The first gatekeeper. Okay. Kitanai na. Hitori gurashi ja nasasou da ga.それにしても散らかってる。子供、いや、大学生くらいのか？それも男三人くらいのルームシェアって感じの設定か？早く調べて、こんなところ出ましょう。俺も早く出たい。Okay. What's over here? We can take out the clothes, right? 畳むのが面倒だから、つい放っておいてしまうんだよな。We can't look at the post, okay? I guess that's the door we came in from. If I had to take a guess. Okay, what about this? テレビゲーム機か。懐かしいな。今はどんなゲームが出ているんだろう。俺の好きだった RPG の新作も出ているんだろうな。So he's an RPG fan, okay? I guess all that's left is the book stuff?ハレンチの DVD! What the hell? なるほど。わかってるね。Really, man? 持って行ってもいいかな。どう？ Seriously? いやいや、今はアトラクションをクリアすることに集中しないとな。ここに住んでいるのは血気盛んな年頃の男子たちか。ま、設定の話だが、この情報絶対アトラクションに関係ないだろうな。だから何を見ているんです？皆さん見ちゃダメだ。The guy's like, how hopes he does look. Just because I think he'd be funny, but. Who knows? Smooth things over, or. Let's do this.
違うんですよ、リナさん。なんで敬語なんです？別に僕はそこにある DVD に興味があるとかそういうことじゃないんですよ。何の話ですか？まあ言うとあげよう。あ、いや、なんでもないです。あー、気づいてなかったのか。墓穴を掘るところだった。探索を始めてください。よし、やるぞ。Well, she didn't like anything. なんか変な DVD があるな。なんだこれ、どれも中身が空だ。 The case is empty, 何か意味がありそうだ。I think I see what it means. The row of colors on the bottom of the deer leaves. Yeah, it's the same color as the deer leaves.We have to organize it like that. どうやって開けるんだ？もしかしてあの変な DVD が関係あるのかもしれない。もう一度調べてみよう。これ怪しいんだよな。怪しいとは？こういうゲームでは違和感を覚えたら調べた方がいい。何かのギミックかもしれないからね。ちょっと試してみよう。Considering this is supposed to be a pseudo and everything, I'm surprised we really have investigations.Alright, so these two seem right. Everything else needs to be swapped. And that should do it. Oh! Yep. なんか鍵が開いたような音がしたぞ。なんだこれ？ノート？Oh, that's a notebook. I couldn't tell what it was. Don't tell me. Let me guess, the notebook is yours. Oh, むしり取らなくてもちゃんと渡すよ。 And whoever's doing all this somehow got it.I'm guessing. Lina-san? Can you show me too? Yeah, I don't think that's gonna work. Which one? Just... What? Don't get close to me.ああ、ごめん。でも俺にも見せてくれないと一緒に考えられないよ。そんな冷たい顔で突き出さなくても。お、もしかしてこれがゲートキーパーの言ってた絵日記帳じゃないか。普通の絵日記帳だな。特に何も書いてないし、名前のところが塗りつぶされてるけど。この部屋にもう用はなさそうだ。
I'm guessing that the book might be hers. If I'm not, I thought we were going to work with him. And we have another room to explore, but this has been going on for 40 minutes. And I've been going... I've pretty much been recording for... like, roughly 4 hours at this point. Overall. Since starting recording in general today. I might record more of this tonight, I'm not sure. But I am gonna stop for now. This game just gets more and more interesting. I hate that I'm becoming more and more invested. I'm guessing the demo is literally the first full chapter, if I had to guess. We also gotta call things here and pick things up again at some other point. Although, until then, stay golden.